きチャンネルちょこんにちは。さあ今日は前半戦終わりまして、今オールスターブレイクですけども、はい、前半戦、もう半分以上シーズンも消化して、はい、最長だともう85試合消化してるんで、はい、あともう58試合、もうそんなもんか残り、はい、だからもういわばもう3分の2ぐらい終わり、そうですね、終わってきてる、中で後半戦を占う、もしくは前半戦の総評という形で、はい、今後シーズンどうなるのか、今日はパ・リーグ編、パ・リーグから、はい、はい、ということで現在の順位、オリックス、ロッテ、ソフトバンク、楽天、西武、日本ハムという形で、オールスターさん前半戦終了しましたけども、はい、ソフトバンクがなんと怒涛の9連敗ねえ、あの最後にかけてびっくりですね。でも、はい、まだ首位と 5.5 ゲーム差っていう A クラスにいるところが、まず前半の貯金がめちゃくちゃあったっていうところで、だって9連敗なのにまだ貯金6あるからね。そうなんですよね。ここからね、オールスターブレイク挟んで巻き返し挟めばね、まだまだチャンスあるっていうところと、オリックス貯金すごいな。で楽天が一気にね貯金を作ったっていうところもあるけども、まだ5ゲームも空いてるっていうところの借金の多さがね、そうですね、ここからどう挽回できるのかっていう、こんだけ連勝してこんだけ連敗したんだけど、それでもやっぱりゲーム差って詰まったのは4とかなんですよね、4とか5とか。そうだね、だからソフトバンク、楽天だけど実質で言えば7とか縮まってると思う、そこまでね。そうですね。でも結局他のチームも勝つからね、だから交流戦がいつも大事だって言ってるところで、西武も大型8連敗ぐらいしたけど、その後5連勝ぐらいして、はい、それでも A クラスと9ゲーム差、で日本ハムが怒涛の連敗、はい、で今ソフトバンクと日本ハムが連敗してる、だからこの日本ハムが連敗してるところが楽天と西武が上がっていけないところなんです、はい、日本ハムが連敗するってことは他のチームに勝たせてるから、そうですね、上位が勝ってるってことですよね。だから大げさに言うと楽天、西武、日本ハムが連勝すれば一番縮まるんだけども、はい、日本ハムも今連敗中っていうところで借金15、はい、で3位まで 10.5 ゲーム差っていうところで、その間にねオリックスが一気に貯金を伸ばして、安定的に2位と 3.5、はい、貯金が17、でロッテが今、貯金が10、はい、もう7勝分あるからね、差が。そうですね。でもロッテはまだ試合数が78試合と、パ・リーグの中で一番少ないっていうところで、一番多い日本ハムとは7試合、首位のオリックスとは5試合、はい、まだ差があるから、ここら辺は。全部勝ったとしたら 2.5 ゲーム差を縮めれるけども、全部負けたら 2.5 ゲーム差を縮められちゃうっていうところで、試合が残ってるからって言ってメリット、デメリットは五分五分っていうね形になるんで、それがどうなのかっていうところは言い切れないけども、こういう試合展開になってきて、もう西武と日本ハムはあともう17試合ぐらいしたらもう消化ゲームかどうか決まるな。ぶっちゃけですか。で楽天はあと20試合ぐらいしたら消化ゲームかどうか決まるな、はい、もうこの3チームはもう今消化ゲーム途中に片足突っ込んでるから、はい、そうですね逆に楽天は若干持ち返したから、はい、まだ消化ゲーム宣告が遅くなってるけども、このオールスター後20試合ぐらいだから8月半ばぐらいにはまだチャンスあるなっていうところと、もう消化ゲームやなっていうところが、この3チームは決まる可能性があるし、ここからソフトバンクが怒涛に負け越していったら、ソフトバンクもまさかの B クラスっていうね、ところになるけども、もうね、オリックスはね、今、チーム打率が1位ね、はい、2割5分4厘と、で唯一の得点、打点というか、得点も300点超えてるっていうね、はい、でホームランも70本で一番多く打ってて、なんて言っても、ここが一番、やっぱ今の強みっていうところが、ツーベースが138本と。一番パ・リーグで多いっていう、そこが一番、得点源に結びついてる、長打打てるバッターはしっかりホームランも打つし、長打打てないバッターはツーベースでしっかりランナーを返していくっていうところでは、このツーベースの138本っていう多さが、特に引いてってる、しかも得点圏打率が2割9分と、圧倒的な得点力のチャンスの強さ、そして、代打成功率、代打率2割7分7厘と、途中から出ていく選手の層も厚い、今、森がいないのに、この打撃成績ね、でしかも、もうちょっと良くした方がいいと思うのは、バント成功率が、7割8分9厘とパ・リーグ5位っていうね、だからバントがしっかり成功してないから、多分併殺が60個と、パ・リーグ一番多いんだよね、だからこういったところ、バントをしっかり成功して、成功率上げていけば、ダブルプレーも減るし、得点圏にランナー進めることによって得点圏打率が高いっていうところでもっと多くの得点圏を埋めるから、まあ、今後一気に突っ走るためにはもうちょっと打撃面でいうとバントの成功率を上げていけばさらに無双状態になる可能性があるんですね。でエラーも25と、はいパ・リーグで2番目に少ないというところで守備の安定感もあるし、野手としてはもう今のところね言うことないんじゃない。しかもセデーニョがね、入ってきて、はい、めちゃくちゃいい形でね、長打力ないところの穴を埋めてて、ソードバンク3連戦なんてもうなセデーニョのおかげで勝ったようなもんですね。そうですね正直ね軒並み外国人困ってるところでこのセデーニョの活躍っていうところは非常に大きいし、紅林が一気に上がってきたからね、連続試合ヒットっていうところもあるし、森の穴をフルカバーできてるっていうところは強いね。シーズンで言ったら吉田選手も抜けてるのにそれを感じさせないという、そうだから吉田の代わりに森だからね。まあそうですね、まあ、ロッテが2位、ちょっと楽天に負け越したのが痛かったね、ミス合戦でね本当点の取り合いしましたからね、点の上げ合いだからね。あ、まあそうですね、取り合いじゃない点の上げ合いミスから両チーム取ってましたからねっていうところでも、まあ、ちょっとねロッテのここら最近の低迷でいうとチーム防御率が 3.35 と、ちょっとずつ今パ・リーグ4位とちょっとずつ防御率が落ちてきてるっていうね、で先発の防御率も 3.23、で、3位タイで9円の防御率が 3.56 と、パ・リーグ5位というところで、まあ、ここまで前半戦ロッテがいい形できてたのは先発の活躍とともに相手のミスをついて得点してくるっていうところの、まあ、勝負強さっていうところがチームの、好調を維持してきた中で、ちょっとずつ先発リリーフともに防御率が下がってきてるっていうところがちょっとロッテの強みが半減してきてるんじゃないのかなっていうね、ところはあるね。はい、だから、被安打率も2割3分9厘と、パ・リーグ、5位だからね、一番打たれてるのは楽天だけども、5位にまで打たれてるっていうところではやっぱちょっとね、でも援護率が 3.64 と今パ・リーグ2位だからね、何気にちょっと打線の方がカバーしてきてるのかなっていうところもあるけどもね、まあ、ここら辺やっぱりどっちしても打線は水物だからね、ピッチャー陣もうちょっと立て直していかないと、このオリックスっていうところにはなかなか追いつけないんちゃうか。オリックスなんて山本、宮城、そして山下俊平太がいるから、もう連敗しないからね、この3人が全員負けるって考えづらいから、大型連敗しないし、最後のソフトバンク戦、山本、宮城、山下、全部当ててるからね、その前のロッテ戦、多少負けてもいいだろうぐらいの感じで、全部当ててきてて、でロッテ戦も雨で1回中止にしてねっていうところもあるし、でその後に山崎幸也と山岡ね、とかもいるし、リリーフも山崎颯一郎がちょっとずつ良くなってきてるからね、そういったところではリリーフもで宇田川も良くなってきてるからね、ここの終盤に向けてここの前半戦調子悪かった選手たちが調子上げてくるとこれは大きいなっていうところで、やっぱ投手陣の安定はオリックス 2.97、パ・リーグ2位今のところね、先発 2.86 はダントツ1位だから、唯一の2連台だから。で9円 3.15 がパ・リーグ4位っていうところで、まあ、先発が素晴らしいよね。でもロッテってこう極めていい数字ってそんなにないじゃないですか。打撃の方もトップとかでもないし、投手陣の防御率もそうじゃないですか、なのに2位にいるのすごいですね。佐々木朗希いるよ、佐々木朗希いるから連敗しないからね。あ、まあ連敗そういうところか。大型で絶対勝てるやつがいるから、ほぼだから佐々木朗希が1回オリックスで負けたんだよね、あの時にちょっと連敗がちょっと進んだんだよね、だ結局佐々木朗希が負けないから、結局で言えばオリックスにはまあ連敗せえへんだろうっていうピッチャーが3人いるんだよね、でロッテには1人いるんだよね、でソフトバンク以下はこいつ投げたら絶対勝てるっていう選手がいないんだよね、だからこの順位がついてるんだよね、で西武が前半調子良かったのは高橋光成が投げたら負けなかったからね、でそういったところでは大きな連敗しないというところが、最近高橋光成もいいピッチングしてるけども打線の援護なかったり勝てないというところもあるし、楽天はこいつが投げたら勝てるっていうピッチャーいないし、ソフトバンクも最初藤井が投げたら負けないとかね、大関もいいピッチングしてたけども、まあ、怪我で離脱っていうところで、この選手が投げたら負けないっていう選手がいるところはやっぱ強いね、大型連敗しないからね。でまあソフトバンクはね打てなさすぎやな、最近でいうと打てなさすぎっていうか、打線のつながりが悪すぎるっていう、ピッチャーを抑えてても点取れてないからね、そこら辺が1点差とかね、終盤の、逆転とかきついよね。7月7日からずっと負けてるもんね。はい。それでも12345678910 4勝10敗だからね今月、はい、それでもまだ6だもんね借金今月でいうと、うん、だから前半の 4つ勝ったのでかいね、そう考えたら。でもこんなに連続して負けると思わなかったな、ソフトバンクが。全然打ってないからね。打ったら負ける。であとはあれだね、やっぱ鷹の祭典だね。鷹の祭典あれですね、全然勝たないですね。鷹の祭典で、うん、ペイペイドーム以外でもやるからね、うん、で変則日程で月曜日とかやるから、うん、そこら辺が下手したら負担になってる可能性もあるね。あ、移動選手のね、移動が多くなるからね、ただの遠征だけだったら、うん、複数球団とやるから、うん、そんな動かないかったりするけど、うん、福岡、東京、福岡、大阪とかちょっと、うん、一戦で移動するからね。それはちょっときついのかもわかんないね、選手にとったら。そういったところも、鷹の祭典の勝率が悪いっていうところにもあるかもしれないね。はい、だからあとは、まあ、日本ハムもね、1点差負けだからね、1点差負けばっかりだからね、それも。1点差負け7試合連続ぐらいですよね。でもどうやって上がっていくかっていうと、もうでも防御率1位だからね。そうなんですよね、2.90。日本ハム 2.90。で、先発もね、3.02 で2位だし。リリーフの防御率も 2.64 で1位だからね、だからもうピッチャー頑張ってんだよね、はい、だから野手だね、まあ、でも仕方ない、1割台のバッターばっかりいるからね、じゃあ、もうちょっと固定した方がいいかもわからへんっていう話もあるしね、コロコロ動かすから安定しないっていう、打順もですか、打順も選手も、うん、だからそこら辺がどうなのかなっていうところはあるけどもね。ね、4位まで上がりましたけど、一気に、ね、連敗でやっぱり、ちょっと落ちちゃいましたね。あとはやっぱりね、取れるところで取りきれないと、ミス多いね、うん、勝負どころでのミスっていうところが、その記録上エラーついてなくても、ちょいちょいのやっぱりミスが多いから、うん、なんか走塁とかね、もう含めて、なんでそこ走っちゃうのとかね、うん、っていうところも、その記録に残らないちょっとミスが多すぎるから、そういったところも、多分勝負どころの1点を取りきれないで負けてる最大の要因だから、もうちょっと考えて野球した方がいいよね、うん、選手たちはね。であとはやっぱり去年に比べたら取引采配ほぼなくなってるからね。だからノーアウト満塁とかでエンドランとかね、今年エンドランしてないんちゃうか、多分セーフティースクイズとかスクイズとかはあるけども、多分満塁とかでエンドランとかしてないね、多分ランナー三塁とかでのエンドランとかも、ギャンブルスタートとかはもちろんあるけど、エンドランとかしてないから、さすがにやっぱり勝負かかったら、こんな言い方したらあれだけど、勝ちどうでもいいと思ったら、それは何でも作戦できるよな。やっぱ勝ちにこだわっていくと、それやりづらいよな、さすがにリスク伴うからだ。でもそういったところでは、まあね、個々の選手の能力見たらあれだけど、やっぱ集合体としての野球のうまさっていうところが多分出てないんだよね。だから爆発力はあるけども、その集合体としての一冊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 が大きなプラスになってないんだよね。だからもったいないよね。西武もな、やっぱ歌えへんからな、結局は。結構連勝しましたよね。そう最後ね、5連勝ぐらいして、やっぱソフトバンクに当たったからね、はい、そこで大きかったよね。ソフトバンクに鷹の祭典含む10日月曜日やって、11日空いて12、13と連勝して、うん、で日本ハムだから要は連敗したチームに連勝して。ああそういうことか。そうだからこの巡りも良かったし、そこしっかり勝ち切ったのも大きかったね。はい、日本ハムとの試合もね。1点差とか2点差とかだからね、2試合連続完封勝利だからね、チームとしては。ソフトバンク戦は全部多分1点差とか2点差とかでしょ、まあ、ソフトバンクが打たなかったっていうところと、まあ、西武の投手陣が頑張ったっていうところはあるけどね、はい、まあでもやっぱり攻撃力やな、もう西武は圧倒的に、そこが改善されればっていうところだけど、こう打てればなっていうところだから、結局厳しいと思うんだよね。その核がいないからね、栗山とおかわり君が引っ張ってるようなチームが、そうあかんやろって思うよね、もっと若手が引っ張っていかないとね。その中で栗山とおかわり君が相乗効果でプラスアルファになっていったら強いと思うけど、まだ栗山とおかわり君が主軸ってなってくると、厳しいよね。だって栗山、この前4番打ってたもんな、多分ホームラン打ってな、4番でした DH、多分4番だったよな。そうそうあの試合な、それじゃあね、チームとしてはやっぱりね、苦しいと思う、ベテランが正直。それがすごいって言われてたらダメなんだよ。だから西武はやっぱそこだと思うね。得点も235しか取ってないから、ダントツ少ないからね、1位オリックスと100点も差あるからね、得点が。100点もあるってこと、1試合1点何点差があるってことでしょ。でフォアボールの数も218ってフォアボールも少ないもんね。フォアボールも少なくて得点低くて得点圏打率2割1厘ってもう打線がみたいな。でチーム打率2割3分1厘、パ・リーグ5位。これちょっときつすぎるな、ちょっとお手出さすぎっていうところもあるから。もうちょっと打撃陣が頑張っていかないとっていうところと、はい、楽天はいい形でね、うん、今バランスよくなってきてるから打てるようになってきました、うん、それをずっと維持し続けて大逆転できるからね、はい、ちょっとリリーフが不安だけどね俺は松井につなげるまでっていう。だから 3.62 だからリリーフの防御率一番悪いからね。だからそこがうまく回っていけばっていうところもあるけど、うん、結構自転車操業感あるからねリリーフ。そうですね、決まってないですからね、次誰出てくんだろうみたいなね、想像が松井投手以外はできない状況です、ね、だからそこら辺が安定してくれば、うん、もっとこの勝ってる試合をすんなり勝っていけるから、うん、無駄に負けなくなるからもうちょっと上がっていくと思うんだよね、うん、チーム防御率 3.55 最下位だからね、はい、で先発も 3.52 で最下位だから、うん、なんとかだから今はもう小深田王鵬ね、で浅村が打ち出してきたし、であと村林がね、うん、1番に入っていい形になってきてるから、うん、そういったところでは打線のね援護でもう今成り立ってる感じだけど、はい、それに頼ってるとハムみたいな感じになっていくから、打てなくなった時だったら負けちゃうっていうね。でまだねハムとか日本ハムとかはピッチャーで立て直しできるけど、うん、楽天今のままだとピッチャーで立て直し効かなくなるから、はい、今のうちにピッチャー整備がね、はい、どこまでできるかと新しいその選手がね、はい、出てこれればいいよね、はい、楽天はだから西武日本ハム西武だから。これ B クラス争うのよ、オールスター明けからね。っていうことは、ここで負けたチームがほぼ消化ゲームになるから、ああ、そうか、もう絶対負けられないですね、この B クラスでの争いっていうのは。そうそう、で西武も楽天と、この週末5試合あるからね、でここで西武が大きく勝ち越したら、4位に上がる可能性もあるし、で日本ハムが3試合あるから、ここでこの3チームは。ほぼ決まるね、うん、正直で、なぜならもし五分五分だ上同士もやってるから、うん、上もどっかかかつね、うん、そしたら上だけ登っていかれたら困るからね、うん、だからここが勝負どころになるし、ソフトバンクはロッテオリックスロッテだからわ逆に言うとソフトバンクはここのあと123456788、うん、連戦でどうなるのかっていうところはそこ負けたら一気に沈んじゃう可能性ありますね。だからそこ沈んで楽天勝ったら、うん3、4入れ替えもあるから、はい、そこら辺は楽天取ったらもうビッグチャンスだし、はい、ソフトバンクもこの7月オールスター系山形ねですね。でオリックスが日本ハムソフトバンク日本ハムだからでその後が楽天か、うん、ひょっとしたら25、26のソフトバンク戦に多分25、26に山本持ってくんで、ねうん、オールスター軌道投げてるからね、うん、でひょっとしたら山下舜平大か宮城を26に持ってくる可能性あるね。で22、23をでも山崎幸也も今投げてるからなオールスターで。ただここに宮城、山下、うん、で山本、山崎幸也かなでロッテ、ソフトバンク、西武、ソフトバンク、うん、勝負だねここで。逆にロッテがここでソフトバンクとかに負けかしたら3位転落になっちゃうからね、うん、でも佐々木朗希どこで投げさすかが佐々木朗希ソフトバンク戦行かれへんなこれオールスター投げてるからね。種市が多分今日投げるから、うん、そうなったらオープニングゲーム誰なんじゃない西野とかかなどうなんですか小島でも最近調子悪いぞお前、うん、あれやろな美馬投手とか美馬もこの前クソ打たれたね、うんね、だからそう下がってきてるからね、うんこれあれやな。だから楽天、西武、日本は勝負だね、この月末の、うん、これで僕、だからこの月末終わったら、ぎゅーってなる可能性もあるし、はい、ドーンになる可能性もあるし、うん、あと順位がめっちゃ変わってる可能性もあるから、うん、まあここをね、特に楽天は勝負だね、はい、この週末の月末の B クラスね、うん、西武、日本も負けられない、うん、ここちょっと負けちゃうと、本当、脱落しちゃうからね、うん、でソフトバンクもね、A クラス、オリックス取ってたから、うん、ここで大きく勝ち越すと、一気に1位もあるからね。はいそこ負け越していくと、もう本当に下ありますよね。そう、そこ負け越して、一番最悪なのがね、うん、ソフトバンクはそこ負け越して、楽天も負け越して、1位、2位と3位、4位が離れて、でも3位、4位は縮まってないってあるからね。はい、そうですね。うわー、やだ、突き放されたくない。確かに。だからちょっとこの月末終わったらね、一つのくくりとして見えてくるかもわかんないから、まあどうなってくるかっていうところはね、期待しながら見ていきましょう。はい。